し、マウガズーマイワイデー、妹と言ったお前がそこにいて魔法陣かっさテレレレン、テレレレレレン、テレレレレレン、テレレレレレン、君とのラブストーリー、それはよくストーリー、いざ始まれば一人芝居だ、ずっと空に立て、結局カラーの観客だ、感情のライブストーリー、もういいってなんとか通り、まやめとけなかった途中君とのロマンスは全然いいから、続きはしないことをしたもっと時間がない。まだ行くよ。まだ行く。でも無駄だから終わった人改めまして、終わった人という名前にも関わらず、チャンネル登録者40万人を突破してしまい、本当にすいませんでした。はい、スタッフは、年末、風邪、インフルかかったら、かかったんだっけ？それマジで終わった人だね。何これ、これをちょっと2023流行らしていこう。終わった人、コンロを掃除する、マルタコンロを掃除する、まあもうさすがにもう一回掃除してことですわな。4ヶ月前です。4ヶ月前、4ヶ月で、25万人も伸ばしたの。いやそれはすごい。じゃあ早速キッチンの方に、君とのラブストーリー、それは予想通り、え、さっきと同じ尺？終わった人さあ一回オワコンの調子を見とこっか。見とっか。じゃあオワコンどうぞ。あー、いらないいらない、いらない、コンロがくっそ産業廃棄物です。ここはもう諦めましょう。この、ああ、その手前のね。手前のこういうところはもう一旦諦めましょう。引っ越しの時に業者に。いやいや、ちょっと無理だ、もうこれは。いえ。業者に。何のだよ。あ、でもね、いいじゃん。いいんだよ。いら。最近ちょっとサブチャンネルで、まああなたが編集してるわけじゃないですか。まあそうだね。伸びたと思います。編集者的には。ダイパンとかはもう編集しててむちゃくちゃ面白かったから。ちなみに一番伸びたのがメイドさんエッチな話。もうやめてくんないから、まあ、つまりめちゃくちゃ有名な女 YouTuber さんとエッチな話をした日にはそのメインを超えるっていう。なんでちょっとエッチな話サブチャンで私しても大丈夫だよっていう女性がもしかしたら概要欄の方に、そうです、名指しでいいなら切りたですね。それでは完成した終わった人コンロこちらです。おお、でもねえ、いいんだよ。いらはい、それでは改めまして、終わった人という名前にもかかわらずチャンネル登録者40万人を突破してしまい、本当にすみませんでした。また本年もよろしくお願いいたします。並びにティータムさん、よろしくお願いします。どうも皆さん、魔法陣でおなじみヨフカルマカッサーヨフカルマカッサー、いきなり最初のゴングから天下カン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 これからしたらお前なんてこんな小さいグミ一つで過ぎない。かかってこい。お前と俺ではグミのウェイトが違うんだよ。かかってこい。朝返してこいよ。俺は堂々とここに立ってマイク握ってる。お前はそこに立って転がってるだけ。救急車うるさい。救急車うるさい。邪魔なの。ラッパーの命でしょ、マイク。邪魔なんだけど。じゃあもうここに地球組み置いて、ここにこれマイク置いて、お前がそこにいて、魔法陣カッサー魔法陣カッサーそんなビブラート聞かせないでしょ。パカッと開けて閉める便座それ出てくんちっちゃく置いといて、ここにちっちゃい魔法陣カッサー作ったこと
ちっちゃい魔法陣作ってないよ。ちっちゃい魔法陣を作ったな。マイクで響かせないから。マイク使って、これもういきなりまずい。これいきなり最初のゴングから転換してない。噛んでもないそれ。あっ、どうしました。おえ、どうしました。おおお、あ、ごめん、娘が入ってきちゃった。じゃあ、今、別に生配信中じゃないんで。生配信中じゃない。生配信中じゃないんで。ちゃんと動画映らないで。顔映んないの知ってんだよ。分かったか。舐めた口聞くな。終わった後に喋んの。なんだよ、これ。開けても開けても全部さっきのまずいやつじゃねえか。ここに3つあるけど、これ三者三様の運転者ってわけじゃないんだから。終わった後しゃべんな、お前。喋ってない。ちょ、マジで終わったと喋んな。頼むって。髪の毛崩れてきて。あ、でもこれで唇忘れてたでしょ、今。いや、終わった後喋んだって、マジで。別に何も終わってないでしょ、今。魔法陣、魔法陣、魔法陣、さっき強しになっちゃった。まだやんのか。お前はさっきから同じもん食べさせてるだけ。でも俺の言葉は違う、ウェイトが違うから、いろんな言葉がどん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 出てくんだよ。別にこれじゃねえよ。いい踏んで、なんか踏むのかなみたいな空気出してさ。今日はなんか後輩来てるから緊張してんの。なんで今日遊びに来んだ。撮影って言ってんだ。まだやることあったか確認していいか。やっぱこいつまずいわ。一番のパンチラやったよ。どうも皆さん、僕はとっとこハム太郎でおなじみ、ハム太郎なのだ。ハム太郎じゃない、ロクちゃん。ロクちゃん、ロクちゃん、ロクちゃん。とっとこハム太郎でおなじみの春名ひろこです。明日はもっといい日になるよね、ハム太郎。ロクちゃん、ロクちゃん、何あさってんの。ロクちゃん、これで止めて。ロクちゃん、じっとしててね、ハム太郎。ヘケッ。おぉ。何それ。本日はですね、ちょっと普段とは違った ASMR をしてもらいます。ゲームをしながら ASMR をしてもらえればなと思いまして。こちら図工大好きパンダくんが作りました、特製電撃ネズミといい。ASMR できるか、そんな気持ち悪い。うちのハム太郎が一番可愛い。気持ち悪い。赤ちゃん。始まるのだ。あ、それ電気が流れるってことですね。電気が流れるけど、はい、あの ASMR だから、はい、静かにするのだ。そうですね。デレンデレンデレン。ASMR の音じゃないって。トマトコー走るよハム太郎なんとか。あハム太郎さん。ネズミの心臓ちっちゃいから。心臓ちぎれそうになって。心臓が止まらない。あ、でも地下っていうとこじゃないとダメなのか。そうなの。ぶっ飛ばすの。お前ハム太郎、はい、やめなさい。優しいお子ちゃん。スイートがすぎるだろう。でもあハムタック。ダーまあそうなるか。心臓がモード変えるのだ。リボンちゃんとやるときだけに使ったこのリボンちゃん抹殺モードっていうのが。ネズミ取りじゃないのそれ。パイルダウン。なんでマジンカーセットなんだ。心臓が出すぎたんだろう。入った。
万越だ。ハム太郎。よくっちゃん。どうだ。この苦しみ。じゃあロコちゃんのお兄ちゃんも入るのだ。はい、ロコちゃんのお兄ちゃんが日本なのだ。最悪だ。かわいい。え、二人に行きました。終われるか。なんてお兄ちゃんを殺そう。こいつ。強い。ちょっとハム太郎やってみたら。やってみるのだ。ちょっとやってみて。でロコちゃんのお兄ちゃんの時。ああ。いや。明日はもっといい日になるよね。ハム。ならねえよ。無理だよ。カラカラやっていい。あ、ハムスター大好きです。うん、カラカラやっていい。楽しい。楽しい。超新星の一人ウルージです。ぼちぼち YouTube してみよう。今回はめっちゃ邪魔そうなんだな。今回は一体何をするんだい。前に海軍大将キザル。キザルじゃないよ。後ろに七部会。いないいない。もはやこれまでか。もう終わるの。これが2番手にして1億2000万ベリーの賞金組。ゾロじゃねえよそれ。はい、ひょっこりはんじゃない。おお、プニプニしなさる。戻すなって。ちょっと破けてるし。またヒゲ取れちゃった。ヒゲが取れるところだった。取れたんだ。もはやこれまでかと。さっきまでの私と思いなさんな。ちょっと邪魔なんだって。何言ってんですか。特に何もなかった。しょうがない。ここは上空300メートル。ちい、あと300メートル。そんな高くないぞ。前に海軍大将を刻む。そしてセリフがもうない。もはやこれまでか。面白食いを。犬食いだと思うんだよね。どうせ。やっぱりな。インゴトらしい。マジョスちゃんと残った。ドロー。大丈夫ですか。前に海軍大将を刻む。いないって。そしてもうセリフがない。そしてもう展開もない。もはやこれまでか。だがぼちぼち反撃してみよう。もう無理だった。はずれない。よう食べれんなそれ。インブザラシ。第6部のラスボスのスタンド、ホワイトスネーク。運命はここで終わりだ、エンポリオ。今日は一体何をするんだ、ジョンガリエ。ジョンガリエじゃないです。ジョンガリエじゃないの。トランスファーのジョンガリエじゃないんだね。ジョンガリエじゃないのか。はい。マクドナルドの新サムライマックの2種類、こちらをレビューしていただければと思います。なるほど。ウーバーイーツが私の元にこれを注文したら持ってきた。これは間違いない。奴は凄みで私の位置を探知してウーバーイーツを配達してきている。じゃあまずこのドロローサの道から。カブトムシから行った方がいいか。いやデュー、どっちもサムライマック日記に書いてないんだ。違うのか。ただ聞きます。カオー、前が見えない。前が見えない。ちょっと今の動揺して味わかんなかったから。もう一回食べていいか。食事に集中しようとしない。どうですか。あまりにも追いつすぎる。素数を数えて落ち着かねば。1、2、3、4。あーもう違う。7。カウントアップしてるだけになっちゃった。9。せっかくポテトも頼んだからな。どうぞどうぞ。うしゃー。
てフェイントかけた。あ、小屋で食べれない。おいしいな、九条丈太郎。しっかり飯テロをしていこう。この工程なんだ。この工程なんなんだよ。味変してもいいか。味変、ああいいんじゃないですか。いいか、ちょっと味変するものがある。味変、この私の能力である、このディスクだ。ここに挟んでいただくぞ。あれ違う、これ九条丈太郎のディスクじゃない。ディスクじゃないの。俺が2011年の時とかに放送されていたフリーター家を買うスペシャルを録画した時のディスクだ。録画して焼いた時のディスクだ。しまった。次のディスクを持ってこよう。次もあるの。これこそ間違いない。すまない。え、引っ越しの業者からの電話だ。着信音をあの犬の鳴き声に設定して。今、え、あ、違う、また違うんですか。え、間違えた。何のディスクですかこれ。これはフリーターを家を買う6話から最終話、これまとめてこれ保存したやつ。全部あるんだ、フリーター家を買うのディスク。素数を数えて落ち着かねば。1、2、3、4、5、もう違うって。8。いやいやいや、もう8って割れすぎるやつ。数字の中でも特に割れるやつだから。じゃあ今回の Today's 1、2、3、いやー、もう読んでちゃった。5、6、7。もう違う、素数じゃないです。8、もうそれ素数じゃない。9、それはもう素数じゃないんで、ポイント。それではちょっとポテト食べようとすんなよ。それでは今回の Today's1、2、3、4、5、7、8、9、10、11ポイント。増えたし、11まで。うしゃー。まずはじゃあ今回はちゃんと1のくらい。お、はいはいはい。バーン、9。9、はいはいはい。そして10のくらい、うしゃー。バーン、9。9。99点です。99点。だが1点少ないな、九条丈太郎。バン、100点です。あー、どうも、元プロギンダガーです。こんにちは。視聴者のみんなにもたこ焼き作りをレクチャーしていただこうと思いまして。あー、わかりました。スペシャルゲストの方にも来ていただいてますので。あー、そうなんですか。ちょっと登場していいかな。いただきたいと思います。待って、俺の編集長が次ここを通ったら貴様を殺さない。人じゃないよ。ゴンさんです。もうここで終わってもいい。誰なんだ。お名前は寝てろ。はい、じゃあまずタコとネギ切ってください。タコとネギ全然収まってない。収まってないんだけど。漫画とコマぶち破ってるからね、あのコンさん。次ゴタゴタ言ったらお前。失礼したことある。ゴンさん、いや次ゴタゴタ言ったら。最初はグー。そのままなんか猫の手みたいにしてくれればいいんですけどね。猫の手をやってくれればいいんですけど。で、はい、こうで、怖いんで。指先こうやって、こうやって見てくる。カイトが死んだ。カイトじゃない。カイトが、カイトが死んだ。カイトが死んだ。俺のせい。でも違う。カイトが死んだ。カイトが死んだ。俺のせい。最初はグーじゃんけんポッ。楽しいね。もうここで、はい、おルーズしてもいい。はい、おでーす。最初はグーじゃんけんチー。
あ、あんま飛んでないね。あの水なんだ、ちょっと切らなきゃいけないから。ごめんね、間違えちゃった。謝れ。でもこれで、あの時のカイトと同じになれた。さっきから4つぐらいしか同じない。4つしか言ってないけど。なんなんすか、そのタンクトップ。絶妙な短さの。気にすんな、透けてること。ダメだ、見せれない。でも俺、ショートいっぱい出してるけど大丈夫だよ。1個出したらダメなんだよね。乳首はセーフ。そう、ちょっとダメ。これはダメだ。すごいことついたらお前を殺す。危ねえな。すごい。余裕なさそうだな、あのコンさん。その構えは。邪魔だから邪魔だから。たこ焼きが見たいでしょ。主張激しいな。ゴンさんが。見えない見えない見えない。なんでそんなドンピシャでカメラかぶせるに、うん、上から刺して、で1時間ここで待って3時にしてもいい。ああ、いやいやいや、もう待てない。あ、待てない。あの時のカイトと同じ。いや違う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 、なんか出来上がってきたな。じゃあ早速いただきましょう。ありがとう。これゴンさんが買ってきてくれた。いや、正確にはゴンさんのマネージャーが。あもうここで終わってもいい。終わっていい。酒飲んで気持ちよくなってるだけだから。もうこんな感じで食べるの？全然食べない。YouTuber たこ焼きでやってるけど普段食べない。あ、違う。え、だってコスプレ普段する？いや、するよ。あ、するの？いや、しない。かつ普段やってるアレンジとかがあったら食べてもね。どんなにかある？ないです。なかった。本当は炙られてカリカリすると思ったら分量間違えてビトビトチャンネル登録ありったけをよろしく。概要欄にあるカッツーのチャンネルのチャンネル登録もありったけをよろしく。あいこ相性悪いんじゃん。そんなことない。そんなことない。そか大丈夫。どうも皆さん、こんにちは。武藤勇気だぜ。ひどいよ城之内くん。ひどいよ城之内くん。何をするんだインセクター派が。派がじゃないです。デュエルアイランドに着いたら真っ先にお前をぶっ潰すぜインセクター派が。ということで今回はこのデュエルアイランドに来たわけだけども、はい、ここデュエルアイランドなの？このフィールド一体何をするんだダイナソー龍崎。ダイナソー龍崎じゃない。ダイナソー龍崎でもないのか。ちょっとキャラ出しすぎだよ。長守備表示。まだデュエルしてないんで長守備表示でいっぱい置くぜ。今日はですねマネーの皆さんに黒歴史をちょっと教えていただいたので皆さんのこの動画で供養させてあげられたらなと思いますので今日は視聴者のブラックマジックを俺が供養していけばいいってことだな。暗黒騎士ガイアを守備表示でしょうか。あんまガイア守備表示で見たことないですよ。彼女 D カップの彼女の父を寝てる間に 3DS で盗撮しちゃった。なんでダメージ食らってんの。カップ数を覚えてるあたりも気持ち悪いぜ。その子がもう覚えてないといいな。テレビを万引きしましたが。え？普通に犯罪だぜ。そのテレビを今すぐ返しに行くためにこのカードを使うぜ。左手に盾を、右手にテレビを。飼っている犬に、こう舐めてもらって、だっていう。おぉ！犬種は何ぜ？どうでもいいでしょう。そこ気にする。犬種は何ぜ。女の子ですかねこれ。女の子やばいぜ。報告がつか守備表示。ここは今は耐えるしかないぜ。職場で人参使ってワッして吹きまくりで床がびしょびしょになった。
サンダーボルトぐらいやってる。まず職場でにしたぜそいつ。しかもこの人参使ってだから多分食品関係だぜ。元カノがキリスト教だったとマッチできないって言われて女の子のケツで童貞捨てたって少女はその、まあ、神様にみたいな後ろなら本当にいいらしい。いいんだ。ショットガンスはあっを痛めるぜ。 3DS に自分の喘ぎ声を録音して親バレした。勝っちゃった。同じやつなんじゃないのその 3DS 最初におっぱいを取ってたやつじゃないのそいつ。なんだろう、なんか鳴らしちゃったとかかな。鳴らいやにしても喘ぎ声だ。お前が悪いぜ。スパッと一言ですね、あの妹とうわあっつユニコーンの一角を装備していいか。一角獣の方も、ね、一角獣の方も装備するぜ。まず見れないですよ、やっぱ肉親だからそういう目で。そういう目で。あじゃあもう相当エロくないと、相当、うん、これはエロではない神だ。このぐらいのレベル嫌でしょ。オベリスクとオシリスがスッツしてたら。オシリスレベルの高いデュエルができたぜお前ら。今日の動画は以上だぜ。チャンネル登録ブラックマジシャン。何それ。高評価切抜き動画をしないとデュエルアイランドに着いたら真っ先にお前をぶっ潰すぜ。インスタグラムに切り抜きの投稿もしないとお前のターンは終了しないぜ。次回の動画でお会いするぜ。妹が欲しいぜ。羨ましいなぁじゃないんですよ。